最高のエリエールに出会いました。わぶわ、しっかりしてる、いい香り。毎日肌に触れるものだから、エリエール史上最高のふんわり感、しっかり丈夫に仕立てました。なんだか家の中に笑顔が増えそうです。こりゃ最高だわ。家族の毎日に一つ上の優しさを、ザ・エリエールロイヤルタッチ、触ってください、驚きますよ。エリエール。草薙さん入られます。はい、入ります。お願いします。本当だ、柔らかい。うん、本当だね。はい、そうです。そうで、実感強めで、うん、エリエールを、まあ、使ってその広める役を体験した人っていう役で、まあ、このロールを驚きますよっていうのをお勧めするっていうのを、やっていただければと思います。はい、じゃあまず風邪ください。よーい、スタート。1、2、3、4、5。手を上げた瞬間から笑顔で、はい、1、2、3、4、5。はい、よーい、スタート。触ってください、驚きますよ。ありがとう、すみません、ありがとう。すごい綺麗、ありがとう。今回この LL 史上一番こうふんわりとした、優しく柔らかいということがコンセプトなので、笑顔あふれるというか、なんかこう包み込まれるような、そんな表現を志して頑張りました。うなぎがすごい好きで、うなぎの弁当をよく買うんですけど、食べ方がめっちゃうまくて、2段になってる、うなぎがなんか2段になってて、普通はなんかご飯の方をたくさん残っちゃう感じなんだけど、食べながら絶妙な感じで最後の一口まで食べれることができて、なんかもうこれ誰にも言えなかったから今言っちゃってるんですけど、これもちょっと言いつか最近言おうかなと思ってて、あれは驚きましたね。人生というか、毎日楽しく挑戦することが日々の輝きというか、自分の人生はやっぱ一度きりなので、なんか後悔しないようにね、何事も恐れず自分の好きなことを突き詰めていきたいなって年々思うんですよね。いつになっても失敗から学ぶことってあるんで、どんどんこれからもいい意味で失敗の中からいろんなことを学んで、いつまでも成長し続けられる自分でいたいなと思ってます。多分僕も史上最強、僕自身もふんわりとしてる人間になってると思います。若い時の自分も好きなんですけど、今の自分が一番好きだなって言えます。私の愛犬のくるみちゃん、フレンチブルドッグなんですけど、あとくるみちゃんの子供のレオンくんがいて、なんかこう共通点があるというか、エリエールと、あの愛犬も肌触りが本当に良くて柔らかくて、なんかこう肌触りがいいものとか柔らかいものがそばにあると、すごく心が安らぐなと思うので、 LL さんにと愛犬に癒されてます。香りもすごく良くて、うん、で本当に今日撮影で初めて手に触れたんですけど、ぬくもりがあるというか優しいなって、うん、なので、まあ CM の方でも僕も言ってるんですけど、一度触れていただくと本当に良さが実感していただけると思うので、
ぜひともおすすめです。